北東ポルダー5 9 5 4 3トルの間宅オランダ北東ポルダーはオランダ中部フレボラント州にある基礎自治体1942年に設立された麦味、落農などが盛んである土地は国から借りているものが多いポルダー内に新しく建設される村ナーヘレは大規模で 当時近代的な建築家が自分のアイデアを実現できる数少ない場所の一つであった。計画された50年代当時にいた建築集団のデアフトやオップバウなどのメンバーのコンレリアス・ファン・エス・テレン、アルドファン・アイク、ヘリット・リート・フェルトと造園家、ミン・ルイス、ウィム・ベルラによって設計された。周りの他の衛星村エメロードはアール・デルフト学校によって 伝統の実製建築様式で建てられた。1947年から建設が開始され、とりわけ1949年にエーステレンは新しい村の位置づけに従事。村の計画では、リートフェルトによる初期スケッチに基づいて、エーステレンが聖地に確認。村は厳格な法律や都市計画に基づいて構築されている。建築家の両グループは、 直線的な建築の擁護者であったため、建物はガラスとコンクリートの開放性と厳密さを放射して使用し、平らな屋根というアイデアで実行した。村は風の干拓地から保護区ボモンボールを中心に構築され、ナーヘレには動き、生活、仕事と休養といった重要な機能の明確性がある。交通を南北道路で結び、 中央の緑の公園や周辺をルイスが構築し、地元車用のリングでデザインしている。中央の空間において、集団施設を配置。また、緑地の西に店舗がリボン状に配置され、店はすべての住宅地からほぼ同じ距離にあるように配置されている。環状道路できた西、南に7住宅地区に区分し、独自の中央の緑の空間の周りにそれぞれが位置する。 住宅は主に日光の最適侵略のために東と西に向かって正面の強い優先廃校を有するストライプで構築されている。ありがとうございます。